お世話になります。噂のエナリストです。今回はバイオハザードベンデッタについて説明をしていきます。ユニバーサルではなく今回はサミーから登場しています。早速説明に進みます。まずは天井はこちらです。天井はおなじみのバイオ810ゲームですね。設定変更後は610ゲームに短縮されます。モード別の天井一覧はこちらです。モード D の310ゲーム天井はかなり魅力的ですが、ここに移行する可能性は極めて低いので、わざわざ狙う必要はありません。後ほど説明しますが、天国はある程度回っていれば打てるかなといった感じです。天井狙いの目安はこちらです。目安は360ゲーム付近としています。後ほど説明しますが、モード B の可能性も上がるので、早い当たりに期待ができます。天井が比較的に浅いので、なかなか拾えることも多くはないとは思いますが、最初のうちは少し早めからでも狙っていって、データを収集していきたいと考えています。続いてゾーン狙いです。窓マギや番長と同じように、200から250ゲームにゲーム数解除に期待ができるゾーンがあります。200から300ゲームの間に前兆がなかった場合はモード B の可能性が上がるので、300から350のモード B のゾーンに期待ができます。そこをスルーしてもそのまま天井狙いに切り替えていいと思っています。ここが先ほど触れたモード B の可能性が上がるといった部分のお話です。仮にモード A だったとしても期待値的には問題はないので、天井狙いを積極的にしていきましょう。天井狙いをしていて、モード B の天井の710ゲーム付近で解除したら、ラッキーぐらいの気持ちで打ちましょう。天国狙いについてですが、先ほど触れたように少し回っていれば打てると思います。ゼロから打てるほどではないですが、エンディング後であれば超天国が確定するため、即やめ台があれば前回エンディングに突入していないかどうか確認するようにしてください。一撃で3000枚以上出ていればエンディングと考えて間違いないと思います。通常時のステージチェンジでのアイキャッチで規定ゲーム数までの近さを表しています。まだ詳細は不明ですが、赤キリン柄であれば続行して問題ないと思います。ゾーン狙いや天国狙いの時に発生するかどうか必ず確認をしておきましょう。また歩いている時など他の人が撃っている時に確認できればボーダーを下げることができます。モード示唆でいうと150から200の間で前兆が発生した場合はモード B かモード D が濃厚となります。こちらも他の人が撃っている時に確認ができればボーダーを下げられるので、なるべく確認するようにしておきましょう。やめ時は基本 AT5 即やめで OK です。ですが先ほどお話ししたようにエンディング後は超天国が確定となるため、やめないように注意をしましょう。また終了画面でサブ液晶をタッチするとキャラクターが出現します。キャラクターによってモードの下が行われているようですが、現状は詳細が不明です。とはいえ赤以上であれば続行していいことを考えているので、ここは各自の判断で調整してみてください。今回の話をまとめるとこちらです。稼働が増えてきたら狙い目も変わってくるかと思いますので、目安としてご参考ください。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価をお願いします。